今回はですね視聴者様の質問に答えていこうかと思いますまず座学とか学術研究とかタイトルにつけている動画をよく投稿されてますが動画のどの辺りに学術的な要素があるんですかという質問なんですけども、まあ、どのあたりっていうとですね具体的には最初の頃に東京都町田市本町田の、ね、下村っていう部落を特定する。 動画を上げてるんですけどもあれなんかもう学術的ですね明治の頃の文献に下村っていうのがあってでそこが、まあ、おそらく「仙民の村」だったとで白山神社があるとでまあんまね特定できるとは思わなかったんだけど近くの菅原神社に行って聞いたら白山神社あそこにあったっていうんで、まあ、行ってみたら本当に神社の跡地らしきもんがあって。 物があってでそこの自治体名が、えー、自治会の名前が下地区なんですよねだから周り、えー、U R のね団地とかねアパートなんかは立ち並んでもう都市化してるんですけどもしっかりともう江戸時代からの村が残っているとそういうものが発見されるわけですこれもある意味考古学というか、うん、学術ですね完全にというふうに私は思いますで最近ね気になるのが ブラック特有の名字は存在するのかっていう、まあ、そういうえトップ画面の動画を上げたらえらい人気なんですけどね、うん、そこで、まあまあ、視聴者数も増えてえ嬉しいところなんですよコメントにですね、まあ、こんなの必要なのかとかね散々書かれるんですよこんなの知って何の役に立つんだ何の意味があるんだと理由を言えみたいなことを言われるんだけども。 その学術研究学問っていうのはそういうものじゃないですからねその例えばそのまあよくちょっとね頭悪い人が数学は必要なんですかみたいなことをねなんかちょっとア,アホ系の芸能人がテレビなんか言うなんてちょっと前はね定番だったんですけどもそのかかって主語が分かんないですよねうん自分にとってそういうものは必要ないと思うって。 って言うんだったら、それはあんたの個人的な事情ですよねとしか言いようがないんですよね。世の中いっぱい人がいるから、それは他の人は必要かもしれないし、その死後というものをじゃあ世の中全般っていうふうに言うんだったら、じゃあそんな世の中の死んだ番手あなた知ってるんですかというふうにしか答えられないですよね。で、そもそも学問ってね、必要だからやるっていうものとは限らないですよね。例えば理系だったら理学と工学ってあるんですけども。 理学の方は別にそんな必要かどうかってあまり考えないじゃないですかまあ興味本位でねあくまでその価値があると思って調べていくわけですよいろんな研究テーマをねで工学の方がそれを世の中に役立てていくっていうふうにまあ役割分担しているのでその必要ないとかそういうことを言ったらもう理学とかその辺のね学問はね成り立たないですからねだからその辺りをねよく考えていただければと思います。 我々についてジャーナリストを名乗っていらっしゃるようですが投稿されている部落に関する動画のどの辺りに社会科学としてのジャーナリズム性があると思われてますかあこれはもうどのあたりっていうとあの川崎市の,あの部落巡ってピンポンする動画ですね川崎が童話事業やってるからじゃあ実際その川崎市の童話地区,童話地区っていうかまあまあ部落っいう 三指定地区なんですよそこに行って、まあ、住民にピンポンしてあの川崎市の童話事業を知ってるかって聞いてみる動画があるんですけどあれなんかもう完全にジャーナリズムですよねマイケル・ムーンはなんか結構そういうことをやってますよねその実,証で実際現地に行ってね、えー、直撃してそういう役所とか大企業のインチキを暴くみたいなだからあ十分ジャーナリズム的なこともやってます。 あとですね。部落探訪動画は動画にアップされた地域住民の人権を無視して、特定の地域の公共の福祉を害しているような感じを受けます。まあ、これはね。あの部落と苗字の動画についてもね。そういう感じのコメントがどんどんついたんですけども、これはハッチ市ってね。いじめの構図と同じです。いじめの構図。 特にね西日本なんかだとその,その童話教育っていう名のもとにまあ実際は解放教育っていうものである種学校でね特定のイデオロギーを押し付けるような教育が行われたわけです,すごい異常なことなんですけどね、まあ、今でもそういう要素あるんですよ部ブラック問題についてのねその教育っていうのはその、まあ、学校の先生が、まあ、いわゆるその役所とか解放同盟の公式見解を言うわけですよ。 だけどそこでねやっぱりその、まあ、生徒と児童がいろいろ疑問を呈するわけですよそんな得た資金とか教えなければブラック差別なんて起こらないじゃないかとかねいやブラック差別なんか見たことないよって言ってね言うとねもう熱心な教師ほも発狂して起こるんですよで場合によっちゃは解放同盟の球団とかね吊るし上げっていうのが起,起こってきたわけですねで。これまさにいじめの構図なんですよ そのいわゆるその一般常識というかね、まあ、公式見解そういうものからそのいわゆる普通から外れた人間を、ね、そういう思想心情の意味でそういう人間を差別だ差別だって言って吊るし上げるとそして、えー、その吊るし上げに参加しないやつはそいつらも差別者だみたいなことをねやるわけですね、うん、解放同盟と法務局は。で そうするともうみんな怖くてね。うん、その吊るし、上げに加わるわけです。だからいじめの構図と同じですよね。そしたらもう刷り込まれていくわけですよ。そのそのブラックの名前を公言したりするようなやつがまあ、解放同盟に逆らってね。まあ。実際は解放同盟なんかも。解放新聞にね。ブラックの名前とか載せてるわけですよ。余裕でだけど、それはもう。 解放同盟とかその役所の指示通りにやらなきゃダメだとそこから外れて勝手な動きをするやつはそいつらは差別者だとだから攻撃対象にしろということなのでだからまあもうその防衛反応とししてて、ね、すり込まれてしまれうわけですよ、うん、なんかブラック問題についてそのいわゆる意見外から外れるようなことは言ってはいけないとあんまり自分の意見を言ってはいけないとで言ってしまうと差別者だって言ってね攻撃対象になると。 でそういうい恐れからねやってたものがいつの間にかねそれが正しいものっていうふうにねあ頭の中でこう変わってしまうわけですねだからその解放同盟とか役所の意思もその意図に反してその部落の地名とかを攻撃する人間はけしからんっていうふうにねもうの脳が勘違いしてくるしまうんですよねだからそういう人はいかに世の中にいっぱいいるかっていうことなんですよ。だからもっと公平な視点で見たら 別にね、その地域の歴史とかねあと苗、まあ、字うんぬんっていうのもね別にそんなことを調べて悪い理由なんで何もないわけです。例えば NHK だと「ブラタモリ」ありますよね実際あのいろんな場所を探訪するわけじゃないですか。で日本人の名前なんてこの同じ苗字が固まってるような場所っていうのをね平気で紹介するわけでしょ。 でそれが途端にねブラックとか童話っていうのが関わるとウギャーっていってねそのあたりはやっぱり人,人権教育人権文化もかっこ笑いなんですけどもそういうものがそのいわゆる公式限界から外れた人間を攻撃するいじめるそういうことをやってきたのですり込まれちゃってるんでブラックにしても童話地区にしてもその地名を出してね まあそこの地域の実態がどうだとか、まあ、淡々と語ったからってそれでそこの住民が差別を受けるとかですねまして公共の福祉に反すするななんていいうことはないわけで,すで実際ブラック暖房童話でまあ実際誰かに被害が加わったなんていうことも全く持ってないですからねむしろね企業の童話研修とか役所の人権教育人権研修というのがこれがひどくてですね、えー、端的に言えばね、えー 泣き落としと脅しがセットできますからねで言ってることもねさらにはもういい加減だったりしますからねあ紫太郎みたいなのがのもう感覚値で涙拭いながら無関心は差別ですとか言ってね言うわけでしょでまあそれを聞いてる人間もねかなりね多数の人はねあこいつ気持ち悪いなこの自称部落出身者気持ち悪いなって思いながら見てるけどもそんなことははっきり言えないじゃないですか言ったら自分が吊るし上げられそうですからね で、まあ、それ以外の研修なんかでも、やっぱり、なんか、こう、行政書士なんかが、なんかね、何かを恐れながらね。話すわけですよ。差別はいけませんみたいなことを。そしたら、やっぱり雰囲気から周りも察するんですよね。こ,これはちょっとね、迂闊なことは自分も言えないな、やっぱ怖いなっていうふうにね。思うわけです。で、解放同盟のね、奥田仁なんかね。京都の部落のど真ん中に、あの、五十年住んだら、あなたも、もう部落民とみなさ。 されますよと。とみなされますよ。と、子供も部落民と見なされますよ。とか言ってね。それ、ったらめなことを語るわけです。だから、あのあっちが有害なんだって。うちはそんなそんなね。不安を煽ったりっていうことは全くしていないですからね。だからまあ、ここのチャンネルを初めて知った方はその。 いわゆるもう学校とかね介護同盟なんかやってきたかの悪い教育のね洗脳から解かれてですね自由になっていいただければと思いますさてそして最後の質問なんですけどもこの神奈川県人権啓発センターという名称は直接神奈川県庁など神奈川県の行政機関からの委託や公的に認められた団体であるということでしょうか。 神奈川県から県名の名称の使用許可が出ているのか否かこれはねもう愚問もいいところですよねあのよくね侍商法とかね資格商法とかねあとエセドアなんかにね騙されるタイプの人がこういう質問をするわけですね県名の使用許可って言うけど例えばねあの会社の名前とかにその地域のね 名前をつけるるなんて普通にあることですよね例えば不動産会社やりたいんなら神奈川不動産とか作ってもいいしタクシー会社や,るやりたいんなら神奈川タクシーってやってもいいしでまあ企業じゃなくても組合なんかでも神奈川県なんとか組合とかね神奈川県なんとか協会とか。 まあ,あとはセンターで名が付くんだったらまあ神奈川県ボーリングセンターとか神奈川県バッティングセンターとかね別に自由に名前つけてもいいわけですよ。で別に神奈川県から県名のの使用の許可ななんて得なくて得くいいわけで,すでも実際問題ねそういう冷静な考えができない人っていうのは世の中には意外に多くてそこをついてですねえ例えば一般社団法人神奈川県なんとかかんとかみたいなね団体を作って。 そ,れでそこがなんかこう資格の認定みたいなことをやるわけですよ。何々検定とか何々市とか言ってねそういう資格をでっち上げてただまあ一般社団法人なんてこういうのも普通の会社なんかと同じく誰でも作れるんで何か特別な権限があるわけじゃないし。 何々検定とか何々市ってあってもそれもじゃあそれを取ることで何か特別な資格は得られるっていうものでは実際ないんだけどもでもそういうことをやってでその社団法人とかねその地名が付いている社団法人まあそこの自治体の認定を受けているものだっていうふうに勝手に勘違,い人たち勘違いした人たちを集めてでその検定料とか言ってお金を稼ぐと。 そういうビジネスがまあ実際あるんですね。でもエセ童話の方々なんかもそういうのが大得意ですね。だからね。何々人権啓発センターみたいな。そういう団体ってね。全国各地にあるんです。ですけどね。まうちに限らずね。それって本当に公的な団体なの？っていうことはよく注意して見た方がいいんじゃないかと思います。 はい、ということで、まあ、今回の人権啓発動画ということで、えー、お伝えいたしました。